僕らのレシピ図鑑シリーズは映画24区による青春映画制作プロジェクトとして2018年から制作・公開されている日本映画のシリーズ。日本全国の自治体と組んで職・高校生・地域をキーワードに地域発映画として制作される。一般的な商業映画とは異なり、全国の自治体及び市民が企画段階から参加するのが特徴で。 地元の食材や風景などが多く登場する。兵庫県加古川市を舞台に女子高校生たちの日常を食と共に描く。シリーズ第一弾として2017年に行われた第11回田辺弁慶映画祭でのプレミア上映並びに4シネマ、加古川での先行上映を経て2018年7月7日に順次劇場公開された。監督は 安田真奈、主演は、堀田真優。地元の女子高生である、前田若菜は、何事においても、あまり積極的になれず、どうしても、遠慮気味になってしまう。平穏に暮らしている分、仲間との温度差に悩んでいる。そんな若菜が唯一悩みを相談できるのは、SNS で知り合った OL である水穂という女性だけ。シリーズ第2弾として2020年12月4日に、 順次公開。原案、監督は、本作が初監督となる、池田エライザ、主演は、倉祐希。公開に先立ち、第21回全集国際映画祭シネマフェスト部門、第23回上海、国際映画祭インターナショナルパノラマ部門へ、出品される。摂氏36.8度36度8分に関する、カテゴリー、夏、至る頃に関するカテゴリー。 ありがとうございます。